演舞開演。どうも、本日はこちらテーブルマークの鍋焼きうどんを食べたいと思います。やっぱり寒いですが鍋焼きうどんですよね。温かい麺で美味しいと、これをやって、おっと、これいつものテーブルマークのやつとは違ってお湯を沸かす必要があるんですね。ではまだお湯を用意できていないんですよね。なのでまずはお湯を沸かして、それから作ってということになりますので、ちょっと時間がかかりそうです。しばらくお待ちを。出来上がりました。では早速食べてみたいと思います。まずは具材からいこうかな。どの具材も程よくお出汁が染み込んでいますね。卵焼きは珍しい気もしますね。ではいよいよ麺とスープ、いや、つゆか、いただきます。麺はものすごく弾力があって噛み応えがあり、それを噛みしめるともちっとした味わいが口の中に広がります。そしておつゆはあっさり系でさっぱりとした味が楽しみな人にはおすすめできますね。反対に濃い味が好きという方にはちょっとかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。